皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。今日の動画のテーマは孤独感について、それを脳による感情的な現象と捉え、どのように対処していけばよいのかということを解説していきます。今日の動画を見ることで、捉えようがなく解決のしようがなかったあの漠然とした孤独感の正体が分かり、それといかに向き合っていけばよいのかという方法が分かります。ぜひ最後までお楽しみください。孤独感とは一体何なのでしょうか。孤独感についてはっきりと言えることは、孤独感とは物理的に一人でいる時に限って感じる感覚ではないということです。むしろ周りを人に囲まれており、その群衆の中で自分だけが一人取り残されていると感じる時に生まれてくる感覚ではないでしょうか。その時の感覚をもっと具体的に掘り下げてみると、そこにはどのような思いがあるでしょうか。例えば、周りと自分との違いを見せつけられているという感覚、自分のことが周りには分かってもらえていないという漠然とした感覚、社会との接点を実感できず自分一人が取り残されているという感覚といったものが、そこには潜んでいるのではないでしょうか。しかし、いずれにしてもそれらは漠然とした感覚であり、じゃあ違いをなくせばいいのかというと、そういうわけでもありませんし、じゃあ自分を分かってもらえればいいのかというと、そういうわけでもありません。一体この感覚は何なのでしょうか。孤独感と脳科学。2016年にマサチューセッツ工科大学の神経科学者のチームがマウスを用いた実験で、孤独の感情と関係する脳の部位を特定したと発表しました。その実験では、集団の中で暮らしていたマウスを1匹その集団から隔離し、一人ぼっちの状態にしました。すると、その一人ぼっちにされたマウスの脳の孤独を感じる部位、背側反線核の神経細胞が活発に活動するようになりました。そして、そのマウスを集団の中に戻すと、背側反線核の神経細胞がさらに活発に活動するようになったのです。つまり、一度孤独感を感じてしまった脳はそのことに敏感になっており、集団の中に戻ったとしてもその孤独感はなくならず、むしろ強まってしまうということがわかります。さらに、それだけではなく、そうして強まった孤独感を持っている場合、その孤独感を和らげるために人は社交的になる傾向にあるということもわかっており、また、いつまでも孤独感をなくすことができないでいると耐えかねて、ふとした瞬間に切れるということもわかっています。つまり、孤独感を癒そうと社交的になるが、かえって孤独感は強まるばかりで、挙句の果てには耐えかねて切れてしまい、さらに孤独感を強めるという負の連鎖がそこには待ち構えているということがわかります。ここまでの動画の内容を簡単にまとめますと、人は何かしらの出来事をきっかけに孤独感というものを感じ始めます。その時、脳の背側反線核という孤独を感じる部位の神経細胞が活発化しており、その状態で集団の中に入ると、さらに孤独感が強まってしまいます。それだけではなく、そうした孤独感を和らげるために、人は社交的になる傾向にあり、また溜まり続ける孤独感に耐えかねた時、応急処置として切れるという行動につながります。一概にはそうとは言い切れないという前提のもと言いますと、社交的に見える人であったり、切れやすい人というのは、その心理の根底には強い孤独感があると言えます。それでは、そうした特徴を持つ孤独感と一体どのように向き合えばよいのでしょうか。孤独感と上手に向き合うために、孤独感と上手に向き合う方法として、この動画では大きく分けて2ステップで解説をしていきます。ただし、その前の大前提として知っておくべきことは、孤独感というのは物理的な問題ではなく、認知の問題であるということです。言い換えるならば、孤独感というのは目の前の現実をどのように認知するか次第で克服することができるということです。つまり、孤独感と向き合うためには、まず心の準備として、自分の内面環境をゆっくりでいいので変えていく必要があるということを理解する必要があります。それでは、孤独感と上手に向き合う2ステップをご紹介していきます。ステップ1、孤独感から自分を切り離す。先ほどのマウスの実験からも明らかなように、
孤独感を感じ続けていると孤独感は強まっていく一方です。まずは孤独感を感じ続けてしまうという負の連鎖から自分を切り離す必要があります。ここで言う孤独感を感じ続けるというのは、その孤独感と自分とを同一視しているということです。つまり孤独感を感じている状態を自分であると思っているということです。しかし、すでに述べたように孤独感というのは、脳の特定の部位が活発に活動した結果として生じる感情現象に過ぎません。単なる感情現象を自分自身だと思う必要はないのです。それは部分的に過ぎないことを、あたかも全体的な話であると錯覚しているだけだとも言えます。もし孤独感を感じているときは、このように思ってみましょう。ああ、私の脳にある孤独スイッチが押されて、緊急警報ベルがうるさく鳴り響いているぞ。まあでも時間が経てば静かになるだろう。それまでの辛抱だ、と。また、このように思うのも効果的です。人間は進化の過程で、一人になると生存確率が下がるから、一人にならないように脳のレベルで警報が鳴る仕組みを発達させたのだ。昔と今とでは全然生活の環境が違うのに、未だに警報が鳴るのは誤作動だな。早く現代に適応してくれ、私たちの脳。このように考え方はいろいろありますが、方針としては自分の孤独感を自分から離れたところで観察できるような考え方を採用してみましょう。そうすると孤独感の中に埋没して、孤独イコール私だから孤独感を感じ続けるといった負の連鎖から自分を断ち切ることができるようになります。まずは文字通り、自分の脳を落ち着ける必要があるということです。ステップ2、違いではなく共通点に注目する。孤独感に悩まされるというのは、ここまで解説したように孤独感の負の連鎖にはまってしまっている状態であると言えますが、そもそもその負の連鎖を加速させている正体は一体何なのでしょうか。それは自分と他者との違いの認知です。ここで言う違いというのは、かなり広い意味での違いであり、価値観の違い、状況の違い、見た目の違いなど様々な違いがあります。例えば言葉となって表面化するときは、みんな〇〇なのに私はという表現がよくあることでしょう。このように違いの認知が孤独感の負の連鎖を加速させているならば、その逆をすれば負の連鎖を止められることがわかります。つまり違いではなく共通点を認知するということです。極論的ですが、自分もみんなもその根本には孤独を感じているのだと思ってみても良いでしょう。そうすれば孤独感というのは自分だけのものではなく、みんなが感じていることなので、何も特別視しないでも良いと思える気持ちになれます。またシンプルに、私もあの人も目がある、鼻がある、口がある、喜怒哀楽がある、スマホを持っている、 SNS を見て一喜一憂してる、日本で暮らしてる、同じニュースに心を痛めてる、同じ社会問題に直面しているというように、ジャンルや抽象度はバラバラでいいので、とにかく共通点といえるものをたくさん見るようにしてみましょう。自分と他者との間の違いを3つ見つけたのでしたら、その10倍の30個の共通点を見つけるようにしましょう。喜怒哀楽があるというレベルでの共通点探しをすれば、違いよりも共通点の方がはるかに簡単に見つかるということに気づきます。以上のように、違いではなく共通点を優先して認知する習慣を身につければ、孤独感というものは徐々に薄れていくようになります。以上いかがでしたか？この動画では、孤独感に悩まされている人を対象に、孤独感という感覚の正体を脳科学的な観点から解説し、その上で孤独感とどのように向き合っていけばよいのかというお話をしてきました。もし今、特には孤独感に悩まされていないという人も、この現代社会は違いというものをことさら強調する傾向にありますので、どんな人であってもふとしたことがきっかけで孤独感の負のサイクルに入ってしまいやすい環境であると言えます。もしそうなってしまった場合は、この動画の内容を思い出してみて、まずは大前提として、孤独感とは認知の問題であるということを自分に言い聞かせましょう。その上でステップ1、
孤独感と自分とを切り離す。ステップ2、違いではなく共通点を優先的に見るようにするということを心がけてみてください。ちなみに余談ですが、失恋の際などの寂しさというのは、この動画で解説した孤独感とは重なっている部分もありますが、厳密には異なりますので、また別の動画で解説をしようと思います。何か一つでもご参考いただけましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。